今回はですね、Chrome OS がバージョン108にアップデートされましたので、追加された新機能をね、紹介しながら、まあ実際どんな効果があるのかということでチェックをしていきたいと思います。それではね、バージョン108で新しく使える、まあ設定ですね。パフォーマンスというのがあります。設定メニューの中にパフォーマンスというね、メニューがありますね。この中にメモリーセーバーというものがあります。 で、ここに説明がありますけれども、オンにするとアクティブでないタブのメモリを開放します。これによりアクティブなタブや他のアプリで利用できるコンピューターリソースが増え、クローブの速度低下を抑えられますということですね。アクティブでないタブは再度アクセスすると自動的にアクティブになりますということですね。だから、えー、使ってないタブは勝手にねメモリを開放してくれて、まあ無駄のないように 使えますよと。要はメモリーをセーブしますよというね、機能です。で、これはデフォルトでは、まあ、オフになっているんですよね。じゃあ、これをオンにしたら本当にメモリーがセーバーされるのかということでチェックしていきたいと思います。で、今ね、これ、Chrome で、まあ、わかっていただけると思いますけど、タブをめちゃくちゃ開いています。で全部これ YouTube のタブですね。で、ライブということなんで、基本的にはこう、動いてるタブって言いますかね、えー。通常は映像が動いているはずです。 で、まぁ、あ、ちょっとじゃあ見てみましょうか。ほい。ちょっとこれ止まってますね。止まってる。今もしかしたらタブが解放してたかもしれないですね。こんな感じで。これも止まってますね。はい。はい。これは YouTube で東京のライブカメラですね。なんかみんな止まってるみたいだなぁ。一瞬なんか止まってないこれ。はい。もう一回戻ってみるあ、これ動いてるね。これ動いてる。単純にタブの切り替えの問題かな。 これ今止まってたような気がするな。まあ処理の問題もあるかもしれないですね。これなんか止まってない。切り替えたときすぐ動かない。うーん、なんか固まってる。まあでもこんな感じでですね、要はアクティブなタブを作ってるつもりなんですけれども、じゃあまあこの状態でね、これ東京のとにかくライブカメラめちゃくちゃいっぱい開いています。じゃあこの状態でメモリーがどうなってるかっていうのを見ていくと、 え、これですね。0.07。これ残りなんでね。これ 4GB の比較的性能がそれほど高くないクロノブックなんで、メモリー 4GB ですね。3.8がマックスです。で、残りが0.05っていうもうカツカツの状態なんですね。まあ一応 CPU の方は74%、と60%。まあ結構負荷か,かかっています。まあだから止まってるのはもしかしたら CPU のあるかもしれませんけど、とりあえずこれはまあアクティブのタブですよね。まあ普通に動いてます。はい。まあこれも動いてるね。 これ全然動いてるね。なんか一瞬止まってるけど。なんか止まってんのかなまあ一応これ動いています。ただもういずれにしてもメモリーがカツカツなので、この状態ではもう厳しいですよね。で、さらにこれ画面キャプチャーしてるんでね。このタブで画面キャプチャーしてますんで、まあそういった部分でかなり負荷がかかっている状態ではないかなと思います。それでは、もう一回見てみましょうか。0.07ですね。それではじゃあ設定タブに戻って、これをオンにしたら、 変化があるのかということですね。で、一応これ常にアクティブにするサイトということで逆にそのね、解、えー、放してもらいたくないサイトはここで追加できるみたいですね。だから逆に言うと、まあ、指定もできるっていうことなんでしょうね。だから今まではあのアクティブじゃないタブをメモリー解放っていうのもしてたのかな。やっぱりメモリーがいっぱいになったら事情にしてたのかもしれないんですけど、この辺の挙動はちょっとわかりませんが、まあ、いずれにしてもこれをオンオフにしたときにこの違いがね、 出るのかってことですよ。今0.08ですけど、これが増えるのかっていうことですね。えー、それでいきます。せーのん、ドーンどうなったのかな、これ。とりあえずこれ見てみますちょっと一回開いてみた方がいいから。はい。これ動いてるね。これ別にさっきと同じように動いてる。ちょっとなんか固まってるけど。はい。あ、止まってる。はい。はい。はい。あなんか映像は止まってたような感じですね。 うん。はい。これ動いてるね。で、またこっち戻る。動いてる。動いてる。はい。じゃあちょっとこんな感じで少し、まあ、タブをね、刺激して、ちょっとなんか止まってるね。ちょっと CPU もカツカツなのかな。あれ。まあこんな感じですよね。 じゃ、この状態でメモリーじゃ解放されてますかということで見てみましょう。どーん何にも解放されてない。<laughs> どういうこと減ってるじゃん。えー、これ、どういうタイミングで解放されるのかっていうところですよね。もっと負荷かけなきゃダメなのかなっていうか、この状態でさらに増やす。 と、さらにね、タブを2つぐらい追加しました。えー、っと、もうね、動かく、動かなくなりました。もう今、ちょっと固まってます。だいたいこれもう録画されてるかどうかもちょっと怪しいですね。ウィンドウの操作も、あ、やっと動きましたね。2つタブ追加したんですけど、じゃあタブ変更。ちょっと時間かかりません重たいっすね。ちょっと固まり気味。あ、でもちょっと、うわ、固まってるねー。はい。 あ、スクロールできる。どう、この状態どうよ。今、0零4ということなんで、一応メモリーセーバー、まあ、オンにしてるんだけどね。ま、あこれもタブに戻れなくなってかなり重く,重くなってますけど、メモリーセーバーオンにしてるけど、ちょっとあんまり変化は、変化はないっていうか、あ、ちょっと増えたな。解放されたかどっか。どこ解放されたんだかなりね、もう、止まる寸前みたいなところまで、あ、 タブが再びアクティブになりました。あー、これ、じゃあ解放されたんだ。あの、これ解放されたんだね、このタブね。呼び込み入ってますね。でももう、もうボロボロになってるんで読み込みが、あ、来ました。じゃあ次これ。あ、これはそのまま開いたまま解放されてないんだね。あ、一応今みたいなメニューが出るんだね。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいけども、もうでもきついねー。ガックガクだね。さすがに。 ああ、でも一つのタブしか解放されてないね。じゃあこれまた見てみるこれ見てみる。0.02だ。もうきついぞ、これは。どっか解放しないと落ちるぞ。クローモン OS。うわぁ。ってかもう開かないですよ。てか録画されてるかなこれ心配だな。落ちてるかもしんないな。あれ解放されてないっすね。もう本当に落ちる寸前 これも解放されてない。さっきこの辺のタブがちょっともまた戻る。うーん、なかなかよくわからんけれども、どうしたら解放するのかなこう、あ、あれか。あんまり見なければいいのか。ずっと放置してる。あ、これなんかくるくるしてるね。ここ。なんだろう。ちょっともう一回見てみよう。いや、表表て,てどうにもならない。 どうにもならない。うわ、ちょっとやばいな。動画になってないかもしんないぞ。もう無理ですね。固まってます。ただ、ここ今くるくる回ってたんで、これちょっと押してみましょうか。はい。もう、あまりに重すぎて、どうにもなってない感じですね。まあでも、一瞬ね、動画に捉えられてると思います。タブをなんか解放しましたみたいなね。ここにメッセージが。あ、ここになんか出てるね。 これ何これなんかパフォーマンスのさっきのマークね、スピードメーターみたいなマーク出てますね。これなんだろうこっち行ってみるこれみんな出てんのかなこれは何あれをメモリー解放、メモリーセーバーをオンにしてると出るのかなこれが。あ消えたおどういうことあ、じゃあこれ解放してるよってことなのかなちょっとこっち行ってみるか。ちょっとあんまりに重たくて <laughs>、これ出てないね。これくるくる回ってるじゃないですか。 これしてみようか。あ、これを押すとなんかこれ出てる。だけど動いてるね。これなんかタップし、押してみるこれ。これを押してみてもなんかなんない何にも。あ、メモリーセーバーで Chrome の速度を向上。このタブがアクティブでないときメモリーセーバーがメモリーをォタンのタブに解放しました。これは設定でいつでも変更できますということです。あ、だからやっぱりこれは解放されてたんだね。 そのマークがここに出ていますということです。じゃあさっきこれ、これもなってたかなあ、これもなってたね。このマーク出てるね。はい。あ、これはない。だ解放されてない。だからこのタブと、<laughs> もう重い。もうやめるそろそろ、えー。このタブと、このタブはなんか解放されたことがあるっていうことですね。面白いですね。この、このメニューなかなか見れないかなと思うんですけど、重たくて。<laughs> ということで今日はですね、ちょっと戻しましょう。 設定に戻りましょう。あ、タブが再びアクティブになりました。っていうことで、これもなんか一応解放されてるみたいですね。ということで、今日はですね、このメモリーセーバーの機能ですね。パフォーマンスタブの、パフォーマンスメニューの中の、まあこれをオンにしてみました。で、実際動いてるのは確認できましたけれども、このメモリーがじゃあ、すごく増えたかっていうともう増えてないですね。だからこれがなくなるギリギリになってやっと解放するみたいな挙動なんですかね。 まあでもなんとか落ちないで頑張ってたんで、まあ一応一定の効果はあるのかなという気はしています。とりあえずね、動画がちゃんとキャプチャーされているかが心配です。ということで今日はですね、ChromeOS バージョン108にですね、新しく搭載されたメモリーセーバー紹介させていただきました。まあ一応動いてるのは分かったけど、ちょっと効果は分からなかったですね。はい、今回は以上です。